日本相撲協会は10日、九州場所の取組編成会議を開き、初日と二日目の対戦カードを発表した。初日の対戦相手は、大関、高景勝が秋場所で対戦した北勝富士で、二日目は、正代との対戦となる。高景勝は福岡入り後、首に違和感を感じており、心配な調整をしている。さらに、 秋場所で負けた相手との連戦という試練に直面することになった。関分け、大栄将は、秋場所終了時点で51勝を挙げ、年間最多勝争いでトップを走っている。彼の初日の相手は明星で、二日目は豪の山と対戦する。大関、霧島と豊昇流も、共に49勝で追いかけており、彼らの初日と二日目の対戦相手は、それぞれ浦とモネ、ね。 正代とオラとなった。西霧照ノ富士横綱が見事に転がった。転がしたのは西霧。左からのすくい投げが完璧なタイミングで成功した。照ノ富士との対戦成績はゼロ勝3敗で、まだ一度も勝っていない。前回の対戦では右四つから起こされ、左小手投げで打ちまかされた。ただ、西霧は前日の初日は、 霧島の球場により不戦勝だったので、今日がこの場所初めての試合となる。西桐は、前回の後半8連勝という好調な成績を持っている。つまり、前回の中日以降は一度も負けていない。その勢いと自信を発揮した。立ち合いは互角だったが、横綱の方が低く当たり、押し込む形になった。しかし、西桐はやや後び去りしながらも、 右から左にねじ込み、二本差しで勝利した。照ノ富士は外に出ようとしたが、相手の肘を極めることはできなかった。前回の前半では、照ノ富士は相手を外から抱えて勝利を挙げていたが、それは小塚な力士との戦いに限ったことだった。西木木は、俵に右足がかかるかかからないかのところで重心をずらしつつ、 左からのすくい投げ、これが照ノ富士が出ようとするタイミングと見事に噛み合った。鮮やかに、逆転の投げが決まった。取り組み後の西木木は笑顔満面で、流れで投げられました。タイミングが良かったですね、と述べた。平成31年初場所3日目の金星獲得以来、二つ目の金星であり、照ノ富士からは、初めての勝利となった。 西木はおしゃべりが達者で、いつも取り組み後の囲み取材が楽しい力士だ。NHK の主君インタビューでは、この二日間どうですかとの質問に、い,いえ、昨日は取ってないですけど、と答え、最悪復帰については、い,いえ、昇進ですね、と冷静な受け答えをした。明日三日目は、豊昇龍との取り組みが組まれていますが、 最近の取り組み編成の傾向から考えると、この後に、三席分けとの三連戦が待っている可能性もあります。三席分けは初日に続いて、それぞれこの日も充実した内容で連勝していますが、ちょっと嫌な相手として浮上してきました。裏返せば、この西木木が、三席分けの大岩上司への序盤戦でのキーマンになるかもしれません。明日からの楽しみが、 また増えてきました。文藤本大介相撲編集部。元大関の朝の山は、最悪以上との三連戦を白星で締めくくった。十二日目には、関脇の大江将に敗れ、十三日目には、横綱の照ノ富士にも敗れたが、今場所初めての連敗となった。しかし、元大関の正代との対決では勝利し、意地を見せた。 朝の山は、自身の謹慎中に力をつけてきた今の最悪心の実力を認め、最悪の全員と戦いたい。今のままの自分の力では勝てない。と上を目指す。朝の山は、最悪と肩を並べるためにも、千秋楽の白星をつかみに行くつもりだ。土俵に上がった朝の山は気負いがなく、前日の横綱の照ノ富士に苦杯をなめた悔しさを引きずらず、集中していた。 鋭い立ち合いから、一気に将代を仕留め、二年前の夏場所以来となる最悪からの白星を手にした。今場所は、東前頭14枚目で臨んだ。通常、最悪以上の力士との取り組みはないだ。優勝争いに絡む活躍を見せ、役力士とも顔を合わせた。連敗は避けたかったし、楽しい場所が暗くなっていたけれど、 それを引きずっても仕方がないと思っています。十四日目には切り替えて臨み、力強い相撲で立ち直りました。まだ課題はありますが、上位陣とも十分に渡り合える手応えも感じました。朝の山は関脇四人、小結三人について、この二年で顔ぶれも変わった。負けたくない、と闘志を燃やしています。来場所の番付次第では、早くも、 最悪全員との対戦が可能性もあります。朝の山は、来場所も、自分の相撲を取り切れるかが勝負になる。場所ごとに勝負していかないといけない、時を引き締めています。今思えば早かったですね。としみじみと語る今場所も、残りはあと一日。幕内復帰の場所を白星で締めくくれるか、先週楽に持てる力をすべてぶつける。一問一答取り組みを振り返って、 左は、取れた感じがあったけれど、切られました。止まったらしぶとい招待席なので、勢いで行きたかったです。共に大関だった。過去のことです。横綱戦からの切り替えは成功した。昨日の横綱戦は思い切って頑張ったけれど、負けてしまった。でも、引きずらずにすぐに気持ちを切り替えることができた。そして、連敗を止めた。 連敗は避けたかったし、勝ちたかった。最悪戦については、今場所が最悪にとって二度目なので、全員と対戦したいと思っている。ただ、今の自分の力では勝てない。関脇が四人、小結びが三人いるし、休場している若隆景席など、この二年で顔ぶれも変わっているからだ。先週楽に向けても頑張ります。 大相撲夏場所二日目の十五日、朝の山が幕内に復帰し、妙義龍に勝利しました。朝の山は初日から二連勝で、右四つの取り口で安定した勝利を収めました。朝の山は、妙義龍に鋭く当たり、右を差し勝って左上手をつかみました。初日の試合後、会場は大歓声と拍手に包まれました。 石川の三石取はいずれも初日から二連敗し苦しいスタートとなりました遠藤は霧馬大和の一番で大関に挑戦しました若元春戦に続く関分けに連戦で白星はつかめず三日目は結びで横綱テルの富士に挑む東前頭十七枚目のテルは二日連れ続で物言い,いがつく接戦を落とした十両号の山を土俵際で叩き 同時に落ちたものの、軍配は相手に。競技でも、テルの足が先に出たとして覆らなかった。西重量三枚目の演奉は、大勝馬と熱戦を展開したが、最後は叩き込まれた。体重は、自己最重量の百六キロに増え、最近は、美味しいものを探すのが楽しみ。太っただけと言われないよう相撲に活かしたい、と語った。 大野里初日の十四日には、二年連続アマチュア横綱で、幕下十枚目格付け出しの大野里、津端町出身、二所の関部屋がデビュー戦で黒星を喫した。日体大の二学年先輩で、東幕下十一枚目の石崎に土俵際で突き落とされ、相手が強かった。切り替えて頑張りたい、と語った。十六日の二番相撲で、 西幕下10枚目の塚原と戦う。